今回の土曜日ポンチは古民家でしっぽりカフェタイム昭和にタイムスリップしたみたいですレトロ可愛いいのおいしいいい食感相場の香り豊かですね今すぐこうやって横になりたいですもん 川西町にやってきましたお店がこちらですフェイストゥーフェイスつまりこういうこと今年5月川西町にオープンしたカフェバーフェイストゥーフェイス店内には放浪看板やレトログッズが置かれ昭和の雰囲気が漂いますいきなり タイムスリップしましたって思っちゃうような <laughs> そ,う、はい、そんな空間だなと思いました地区どののぐらいの建物これは地区的にはちょうど100年ぐらいですね実はは、うん、この見えてる内装とかは、はい、あの全部、はい、でその時にやっぱりこの物件自体が古民家っていうのもあって、うん、なるべく昭和レトロな、うん、でお年寄りなども入りやすくなりますし、はい、そういったテーマで作りましたはい。 自転車店を営んでいた古民家をリノベーション、その名残を残しつつ作り上げていったんだそうですよ。吹き抜けあの奥にシーリングファンですよね。はい。あのあれもなるべくレトロになるように羽とかは作り直したっていうかあれも自作なんですよ、はい。ええー。じゃ <laughs> その何ですか。くるくる？はい。 なんておっしゃいましたっけ？シーリングファンです、ね。シーリングファン。はい、なんか名前が現代っぽいんだもん。<laughs> 一緒に今あっ,って見つけちゃったのがこの国？そうなんですよね。これはもう残してるんですけどあえて。あえて残してるんですか？びっくりしてこう国がむき出しになってて。そうなんです。なんかこういうフックみたいなのもあったりとか、多分自転車ぶら下げたりとかそういった名残だと思うんですけど。<laughs> もう古き良きを活かしたわけですね。そうですね。で。 店名もすごく気になるなと思ったんですよ。すよね、フェイストゥーフェイス。はい、つまり。こういうことですか。そういうことです。はい。まあ、あのう。大体、自分もともと東京にいまして、はい、そのダンサーをしてたんですけど。だからか。はい。あ、<laughs> <laughs> だからかってわかります。<laughs> どういうこと。<laughs> いや。<laughs> いや、フェイストゥーフェイスしたときに。川西町の一っじゃないと思って。<laughs> そうです。 ありがとうございます。なんて言われます。自分あだ名でうさって。そっちか。<laughs> <laughs> でも。言われただけじゃわからないから。はい、やっぱりこの土間にしたのは踊りやすくするために。<laughs> されたっていうことでよろしいですかね。<laughs> いや、え、まじですか。 ミュージックスタート <laughs> いきます !5、2、3、4、1、2、3、4 <laughs> <laughs> とにかく楽しいですねああ、すごいさすが踊った後はカフェメニューをいただきますよおすすめは、昭和レトロ感あふれるナポリタン 一気にテーブルの上も昭和にタイムスリップしたみたいですいやいい組み合わせですねじゃあいただきます,きますちょっとなんか変だったな <laughs> なんかちょっと決まりきてなかったなうわ麺が巻き上げるとこの太さがよくわかりますねお重みあるうーんうわ見てください美味しそううん うん、もちもち麺食べごたんありますねそうですよね、結構ボリューム感もあってすっごくあのソースとの、ね、麺の絡みがいいですね、はいはい、ありがとうございますトマトソース自体にもこだわってますし、はい、あとはマヨネーズですとかソースとか<え>あの絶妙なバランスでなるべく <laughs> えー、ちょっと待ってください今マヨネーズとソースっていうんですかそうですね、そこのバランスで、えー、その絶妙なバランスっていうのはこう 生み出すすまででに苦労されたんですか従業員の子たちともう毎日のようにです、ね、試行錯誤しながらメニューを決めていってスイーツ系なども、えー、全部手作りで作らせてもらってるので、はいうん、こだわりが詰まった昭和レトロなスイーツがこちら出ましたねこれうわレトロはいかわいい昔の いわゆる純喫茶そうですよね、ね喫茶店を本当にイメージしましたもうこのガラスの器の上でプリンがそびえ立ってるんですよその上にたっぷりの生クリームとあとこのねあえて言いますこの缶詰のチェリーこれが本当レトロ感レトロかわいいの <laughs> う,んうんうんうんおいしい,い,い食感 この固めがいいですね,ですねしっかりと食感を楽しみながら味わいを堪能するタイプ、はい、いいですねなんかこう川西の皆さんはじめたくさんの皆さんがここに集まって、うん、なんかこう柔らかい笑顔でこう楽しまれている様子っていうのが、はい、なんか想像できますもんねありがとうございます、はい、ゆったりとした時間が流れる店内でしっぽりカフェタイムいかがですか続いては うわ、ん、西川町です西川町にある古民家カフェそれがこちらですいや雰囲気ありますよねなんだか絵日記に出てきそうなそんな佇まいですよししっぽりしに行きましょう地区およそ180年の薬店だった古民家をリノベーションし去年9月にオープンした金屋 昔懐かしたたずまいの中で食事が楽しめますいきなりですけど「ただいま」おかえり思わずただいま,だいまって、はい、そんなのかリラックスしたこう気分を味わえるような空間だなと思ってありがとうございますだってもう今すぐこうやって横になりたいですもん なりたいって言いながらなっちゃった。<laughs> <laughs> その時ご老練カフェやろうかなと思ったら <laughs> 本当に本当に、ね、本当にほ<ら>。どうしてこの場所でカフェを開こうと思ったんですか？はい、まずここの場所はもともと空き家だったんですね。うん、でその空き家の利活用をするために、うん、まああのこの街に私たちもプロジェクトでこう来たんですけども。プロジェクト？そうなんです。プロジェクト。 なので、まあ、ここの場所をじゃ何にしようかっていうことで、うん、みんなで試行錯誤して、はい、で去年の9月にカフェをやろうっていうことで、まあ、みんなで決めて始めたんですね。うん、なるほど、はいはい、プロジェクトメンバーの思いが形になった場所がこのカフェなわけですね。金はい 関わる人たちの思いを形にする場所としていろいろなことに挑戦しているんだそう。もうメンバーとその思いがあるだけ顔を持ってる。うん、そういうことです。いや素晴らしい。<ぁ>いや本当その通りです。今日はあくまでも手打ちそばと <laughs> と実はまあ後ほど何？はい。<何>まだまだそれだけではない顔もありますので。顔ね。はい、へえそうなんですね。はい ということでまずはカフェの一面からお待たせいたしましたはいお蕎麦でございますありがとうございます、はい、メニューとしては本気の手打ち蕎麦という名前で出させていただいておりますおー <laughs> 手打ち蕎麦は手打ち蕎麦でもマジのやつってことですね本気で、はい、これお蕎麦ってなんか二八とかそうです、ね、いろいろありますけど、はい、って言うとと一。 十超え取れないかいっていうあの関西弁のツッコミあるんですけど <laughs> っびっくりしたいきなり関西ツッコミ来たからびっくりした <laughs> はい <laughs> ないよねんよく言われちゃうんですけどはい百、はい、のそば粉と十のつなぎ小麦粉っていうので、えー、作らせてもらっております <laughs> うん相場の香り豊かですねありがとうございます使っているそば粉自体は、はい どんんなこうものを使ってるんですか県内産のものを使っておりまして、うん、というものを使っております、うん、へこのほか20種類のインド産スパイスを使用した本格スパイスカレーがセットになった「カザエモンセットや季節のフルーツがたっぷり入ったあんみつもおすすめフルーツやらアイスクリームやらあんこに白玉やら、はい、なんかもうギュギュッと大集合してます うわーちょっとおいしそううんうんあーこの甘酸っぱいスマホとバニラアイスの甘みありますね <laughs> 黒蜜の甘さがまた一つにまとめてくれて、はい、おいしいそういえばですよ、はいろいろな楽しみがあるっておっしゃってましたけどこれおそばにカレーに、はい、あんみつにっていうやっぱりこの、はいろいろの楽しみってことですよねそれ以外にもありまして、はいえー えっと僕手相占いをしております。清正さんは今までに300人以上の手相を見てきたんだそう。早速占ってもらいましょう。何か聞きたいこと役にありますか。えー、えー、いいんですか。いいす,すごい楽しいんですけどどうしよう。何 <laughs> でも聞いていいんですか。もちろんです。はいえー、じゃあやっぱりこの私、はい、仕事を生きがいに。うんはい 頑張っておりますので、はいはい、真面目すすね、はい、すごい。基本的に利き手が自分の作り出している、えー、現在とか未来うん、うん、で利、えー、き手じゃない方が生まれ持ったものっていう形で<ー>僕は見させてもらってるんですけど、まあ、いろんな流布がある中で、はい、仕事をところを見るとすごい順調に進んでおられるのかなという感じが。転転職職ですすかね職だと思いますうわー 定年までやれそうな戦でございます定年までこんなスタイルできるかなこ <laughs> んなのスタイルできるかなお金貯めるのは下手くそですね <laughs> <laughs> え、そうですかい思いの数だけ夢の実現を目指すという金谷扉を開けるとさらなる一面が <laughs> なんですか なんですかこちらは一体ようこそ金谷金谷はい一体何屋なんですかここは西川町の古民家カフェ金谷その驚きの一面とはこちらでは、えー、タイ北部の体式トークセンっていう施術を、えー、やっておりますトークセンはいトークセンとは 木槌と杭を使い筋肉のコリをほぐし邪気を払うとも言われるタイ北部の伝統的なマッサージなんだそうこのコンコンコンという音もまたちょリラックス効果、うん、になりそうですよねそうなんですよあ<ー>そして何よりもこう西川のこの空気というかほうこの金谷のエネルギーと言いますか、はい、それも相まってより相乗効果で なんかこの姿勢で言うのもなんですけどどんな場所にしてていいいきたいって思いますかもう本当ここは人と人がつながる場所っていうところとそのつながった人たちがこう叶えたい夢を叶えられるように僕らもサポートしながらここを運営していいきたい一日いても飽きない一風変わった古民家カフェ。 いかがですか心も体もしっぽりとしすぎには要注意ですデビルマンになってる何何ジャッキ払ってもらったばっかりなのにデビルってどういうこと一体何 <laughs> <laughs>